18歳以下の野球のワールドカップの初戦、日本代表の先発はこの秋のドラフト最注目、桐光学園の松井裕樹。初回こそフォアボールでランナーを許しますが、2回3回は2つの三振を奪い、その後は5回までノーヒットピッチングと好投します。しかし2点リードの8回、2アウト満塁、3ボールノーストライクの絶体絶命のピンチ。ストレート2球でフルカウントに。そしてこの日の159球目、最大のピンチをこの試合12個目の三振で切り抜け、日本初戦を勝利で飾りました。